先月30日付で文書での勲告処分を受けたのは、別府市内の私立中学校に勤務する30代の男性教師です。市教委によりますと、この男性教師は昨年度から今年度にかけて顧問を務める野球部の部員複数人に対して、部活動中にアホやカエレ、ヤセロなどの暴言を吐いたということです。 先月、関係者から情報提供があり市教委が事実確認をしたところ男性教師は発言が不適切だったと認め顧問を辞めています男性教師は生徒、保護者に申し訳ないと話しているということです。すこの事態ををを受けて、てて教委は学校長を通じて全職員に指導を徹底するとしています。